ガリア起源説はフランス人が自分たちのルーツを古代ガリア人に求めることを指す。類似するものにスウェーデンのゴート起源説、ハンガリーのフン起源説等がある。フランス人が自らのルーツをガリア人に求め始めるのは一般に近代ナショナリズムの時代だと思われがちだが、その講師はすでに近世初期に現れていた。年にテルボのアンニュスが 古代造編アンティキテイトム・ベリアラムを表したが、これを見た詩人ジャンルメールド・ドベルジェは3文によって、歴史小説風のガリアの検章とトロイアの特殊性エレストレーションスでゴール・イ・シング・ヤラ・イトスでトロイを書いた。いずれも、フランスの起源をガリアに求めているのであるが、後者は著者がブルターニュ・ジョコ・アンヌを通じて、バロア朝のルイ十二世に施行していた関係から、特に、 ガリアの優越を強調した内容になり、トロイアの英雄ヘクトールをブルグンと王国に関係づけている。当時フランスはブルターニュジョコートルイの婚姻によって、領土の再統一を果たし、北、イタリアにも侵攻して、ミラノを領有。ローマ教皇や神聖ローマ帝国とも対立を深めており、国威の発揚という要素もある。1589年にブルボン朝が成立し、 絶対王政が確立されるが、フランスのガリア研究は、滞ることなく、行われた。他方、ブルボン朝の君主たちも、王権強化のために、ガリアを利用したそうである。1610年に、ルイ13世が即位するが、彼の生成式を記録した、フランス議定書によると、当時のランスのサンドニモンには、ガリアの伝説の王サモスの像が刻まれ、サモスがランスを築いたと記されていた。 もともと、歴代フランスの王は、ランスのノートルダム大聖堂で、大冠式を挙げていたから、サモスとランスを結びつけることで、フランスの王権が、由緒正しいものであると主張したのである。そしてサモスが築いたランスを、ローマを築いたとされるレムスが発展、完成させたと記している。これは、ローマに対するガリアの優越性を示すものであったと、される。 アレシアに立つウェルキンゲトリクスの像1789年にフランス革命が勃発して王政が打倒されるが、このフランス革命をもって近代国民国家の始まりとされる。当時、フランス人たちは貴族をフランク人の末裔とみなし、他方自分たちをガリア人の末裔とみなしたという。その後復興王政時代となり、国王類十八世の記載であったマリー・ジョゼフィーヌド、 サボワの墓品にはゴール人の王妃と刻まれた。かくしてフランス人イコールガリア人というイメージが形成されていくのである。19世紀半ばヨーロッパでナショナリズムが吹き荒れていた。当然フランスでも起きたがその時に利用されたのがガリアである。当時フランスは第二帝政の時代であったが時の皇帝ナポレオン三世はアレシアで大規模な発掘調査を行い。 その地に、ウェルキンゲトリックスの銅像を築いたのである。ウェルキンゲトリックスは、フランス最初の英雄、ガリア解放の英雄とされた、ガリア期間説の影響のもとに制作された、フランスの漫画。日本やアメリカでは、知名度は低いが、フランス本国を含むヨーロッパでは有名な作品である。ありがとうございます。